イケア行きたくないやついる？いねえよな。おい、皆さんこんにちは、ゆなです。今日はですね、イケアに行ってきますということで、イケアでの Vlog と、まあ、その最後に購入品紹介みたいなのをねしていきたいと思います。待ってね、これ昨日ね髪染めてちょっと暗くなっちゃったんですよ。いつも私色落ちが激しいから美容師さんが気を使ってくれてね、結構暗めに染めてくれたりするんですけど、なんかね暗いの私あんまり似合ってない気がして、早く色落ちしてほしいんですよね。はい、とまあそんな感じで今日はですね、イケアに行ってくる日となっております。何を買うかっていうと、このリビングとかになんかもうちょっと色々足したいなっていうか、ラックとか足したいし、普通にその今回の引っ越してきた場所のクローゼットの収納が足りないので、新しくタンスとか買ったりとか、まあ、そういう感じでね、いろいろなんか足さなきゃいけないものが実はあったりなかったりするので、今日はイケアに行こうっていう感じになっております。今日はね、私とショーだけじゃなくて、もう一人ね、みんながよく知ってる子も一緒に来る感じになっております。ちょっと短くしました。何してんの、そんなところで。いろいろ測ってた。何測ってたの？私のお胸のサイズですか？うん、どんぐらいあった？その時点110センチぐらいあった。なわけねえだろ、うん、あれ、お姉さん可愛いのに一人なんですか？いや、実は一人で。でも連れいるんで今日行きます、さよなら、ね、打ち合わせと違うって。あれ、おはよう。じゃあ今日はイケアでね、まあ、みんなで買い物をするわけなんですけれども、今日はね、一つ約束してほしいことがあって、二人喧嘩しないでください。大丈夫だよ、仲いいもんね。最善を尽くします。最善を尽くします。汚れてるって。そう、なんかさっきさ、段ボール抱えてきたじゃん、で、こうやってやってたら、ついちゃった。行こっか。今日はですね、まずね、お昼食べに行こうということで、イケアの、何これ、フードコート食堂。え、なんで全員言ってること違う？イケアのなんかご飯レストランに来てます。めっちゃ並んでる。私がこっちなんだから、みんな家いろいろ出かけたもんね。日曜日だからみんな出かけてるの。間違いない。でもさ、アメリカってさ、日曜日ってみんな結構さ、家で休む日みたいなのあるよ。みんな教会行ってるイメージ。ああ、確かに。あれ、え、YouTuber？ え、何？すいません、ちょっとごめんなさい。そういうことなんですよ。いただきます。私はこのね、チキンテンダー、まあね、チキンテンダーやっぱ鉄板ですよね。チキンテンダー、ポテトと、このね、サラダにしました。サラダね、ドレッシングをなんか2択しかなくて、このさ、ビネグレットとこのシーザーにしたんですけど、全部絶妙に美味しくなさそうなの。どうしようって感じ。大丈夫かな、これ。全部美味しくなさそうじゃん。いや、美味しいよ。食べたことある？本当？あれ、俺に聞かせてみよう。ニューマンゾーンって結構有名じゃない？知らない、私知らないから有名じゃないよ。自分基準。甘いな。え、甘いな。何が甘いの？濃いが、私たちの濃いが。何、甘いって何か？チキンテンダーか。アメリカでかなりどこにでもあるドレッシングなのに。あ、まだドレッシングなの？もう終わったからね。嘘だよ。ね、嘘だよ。チキンテンダーでかでかいよね。でかいチキンテンダーでかさ。え、イケアはやっぱ上がるね。上がる。めちゃめちゃ上がるね。いいですね、楽しみ。何が待ってるのか楽しみ。家族でしょ。あ、はい、ごめんなさい。待ってるの家族でしょ。え、何買う、みんな。何買うつもりで来てんの、ひなは。食器類。あ、なんもないもんね、今。なんもない、確かに。あとは変なプラスチックのボール使ってる。やめとけよ。あ、50セントのボール使ってる。結構ないな。あばー、ちょっとさ、サングラスある。あれ、あれ、お姉さん、ちょっとかけてみたら。いいんですか、かけてみて。かけてみて、かけてみて。え、視力良くなるかな。うん、多分見える世界変わると思う。プチ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 。いや、私が今食ってるのはチキンテンダー、お前がやってるのはティンダー。何やってんだまで昨日考えて、これは言いたいなって思ったな。仕込んできたんだ。そう、ネタ仕込みは今日は。いや、私マジでネタ仕込み。フリースタイルダンジョンには出れれない悲しみ。ピエンピエンピエン。イケアで何してんの？あるよ、サンクリス。あれ、なんだろう、これ。これ何？え、わかんない。え、これかけるもの？これかける？初めて？初めて、初めて。へぇ、かけてみよう。プーチ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 。みんなで来たよ、イケア。今日のお天気は快晴。
家具を買いたいよ。ちゃんと聞いてる。下手くそとか言ってるよ、あいつ。どうなん、どうなん。ほら、あるよ、あるよ。下手くそなんでしょ。待って、何それ かけたら。まあそのね、気を取り直してそのプチプチで最近すごいコメントとかでもいただくようになったんですよ。 DM であのプチプチしながら見てましたとか、知り合いとかにも見られたりするの。動画で私がプチプチしたのってベガスの動画が初めてなんだけど、あれが実は始まりじゃないんだよね。あのプチプチってなんと私たちでも2年ぐらいやってます。遡ること、はい、それこそ私の方が付き合いたての時だったんだけど、なんかみんなで、ね、ケントとかひなこもみんなで、ね、なんかバケレンしてたんだよね。なんか知り合いのお家貸してもらってパーティーしてたみんなで、ね、そこで私がなんかビーチに行ってて、でサングラスかけて急にプチプチ言い始めたんだよね。急に始まった。そう、急にプチプチ言い出して、でその時乗ってくれるのがケントしかいなくて、ケントはすぐやってくれたんだよ。よくわかんないこと言ってたじゃん、プチプチしながら。よくわかんないこと言ってたじゃん。ひなことショーは最近ではね、結構ねメグサングラス渡したらすごくプチプチしてくれるようになったけど、当初は全然やってくれなかったよね。何言ってたの。サングラスあるよ、サングラスあるよって言ったらすっごい嫌がってた。何みたいな。なんで最近はやってくれるようになったの。諦めた。あ、諦めた。運命を受け入れた。あ、プチプチするんだ。しょうがない、私の親友だからプチプチをしなきゃ。はい、以上プチプチの歴史についてです。お昼を食べ終わったのでこれから、買い物に行ってこようと思います。あ、うるさいんだもん。さっきからコーヒー飲んで元気になってうるさいんだもん。コーヒー飲ませなければ本当だよ。ある日ある日昔々だ。失礼しました。昔々ある日って何。昔の話でもないんだけどね。うん、何ある日ある日、うん、チャソは。チャソは今カノと、はい、元カノを連れてイケアにやってまいりました。全然笑ってないよ。カノかい？いや、これなんだろう。これ何？可愛いお皿を見つけました。でもね、ちょっとでかすぎるんだよね。もうちょっとなんかちっちゃいやつあったら買いたいなって思います。可愛い。感触系のお皿すごいたくさんあって全部めっちゃ可愛いなと思うんだけど、昔働いてたカフェの店長さんが言ってたんだけど、感触系のお皿ってすごい料理と合わせるのが難しいらしくて、なんか料理が美味しく見えるのって温かい色だそうなんですね。見た目のカンカンや。え、可愛い。可愛いね。これか。あるんだよ私のと。めっちゃ可愛いこれ。これに変える？何に？今 あれ可愛いじゃん。私あれ黒好きなんだけど、部屋のあれめっちゃ合ってるくない？あれ合ってるよね。でもこれめっちゃ可愛い。このさ三角コーナーみたいなさ、これもめっちゃ可愛くない？そう、その三角コーナー欲しいよ。絶対名前違う。三角コーナーってさ、そうだよ、ね、そう、生ゴミしてるとこだからね。ごめんなさい。これめっちゃ可愛くない？43ドル。まあまあまあ、なんかこう気軽に手が出せない値段してるね。ちょっと大人ね。翔さ、あいつタオル今見に行ってるじゃん、うん、自称ミニマリストだ。いやどこがよ。見て、こんなにさ今さ色々買ってるじゃん、うん、私がさ自分から買おうって言ったのサラダボウルだけだ。他が全部これさ何で使うと思う。何それ。これコーヒーも入れるんだって。いや袋でいいじゃん。なんでみたいな。怖い。取りすぎも程がありますよね。ミニマリストとは、ね、って感じです。ちょっと大きいね。いや意外と。でもそっか、置いたらこんぐらいないとね。むしろこれぐらいじゃなきゃダメだ。そうだよね、こんぐらいないと多分ダメだよね。めちゃめちゃ大きい。どうする。私この柄付きのやつと柄ついてるやつ、私これでもいいかなって思ったの。可愛くない、このダイヤっぽいやつ。なし。マジで個人的に微妙かな。色は私もすごいなんか安く感じるんよ。なんかすごい。そう。でもなんか、じゃあ分かった。じゃあ別に私リビングのマットはこのシンプルなやつでいいけど、洗面所とかにさこういうダイヤのやつを着たい。1個いい。こういうこと。別にいいよ。本当、うん、洗面所の足拭きマット。あ、そうそうそう。なんかさ、もう別にいいよ。あ、本当、やった。ベッドのサイドに、ベッドじゃない、ソファーのサイドに置いたらめっちゃオシャンだよ。 Can we get this? I like this, please. めっちゃ今想像してる。しょうちゃん、いや、まあ、どんな感じになるか考えるのちょっと大事じゃん。でもこれ絶対おしゃれだと思うよ。絶対合うよ。うん、これ買おうよね。プリーズプリーズ。待って、ここディズニー。
列長くない？でも何時間待ちだろう ね、それな、めっちゃ長い。はい、これからですね、まあ、列に並んでいく感じなんですけど、上にさシナモンバンが1ドルっていうラベルあるんだけどさ、これこんなにさお会計してて待ってる間に1ドルですシナモンバンですドンって出すのってバラすぎるよね。あれさ、うん、ノットアクシャルサイズって書いてあるの超ウケんだけど、本当にそうじゃん。これで引っかかる、ね、人いるんだよね、お金使いたい人みたいなね。僕ですね大丈夫、今日は買わなくて平気？いやちょっと今お腹いっぱいだからいいんだけど、減ってたらだとかじゃないの？でもそうだね、すごい。でも本当戦略がうまいなって、来るたんびに思う。イケアはコストコのチュロスより安いのが魅力的だな。コストコのチュロスいくらだろう？あ、そうなんだ。1ドル50だったの？はい。こちらでヒンヒンは帰るので、またね、バイバイ。バイバイ。組み立て頑張ってね。頑張る。頑張ってね。まだベッドとか何も家具組み立ててないんでしょ？まだリビングに放置してある。平日仕事だからね、彼女は、うん、今日はね、うん、お家組み立てに頑張って。ありがとう。またね、バイバイ。はい、帰ってきました。今日はですね、IKEA でいろいろ買い物したんですけど、その購入品をね、パパッと皆さんに紹介していきたいと思います。今日どんぐらい買った？170ドルぐらい。あ、190近くということで、結構ね、買い物したということになります。何買ったんだ、マジで。私全然把握しないんだけど。なんかね、まずね、タオルがね、すごい汚い汚い翔ちゃんが言うので、タオルを買い替えました。リナのメイクがいっぱいついてるからさ。つけたの。つけないで。つけないで。あ、ついたかも。うっさ、白いタオル買うのやつ。もう白いタオルを使わせてくれなくなりそうなので、今回はメイクをつけないように頑張りたいと思います。お願いします。はい、で次はですね、このボックスを買いました。これは一応あれなのかな、ちゃんとさ綺麗にさ破ってさみんなに見せた方がきっといいよね。あ、めっちゃいいじゃん。これ見て、このボックスを買ったの。これは私結構化粧品がね、あのバスルームの棚の中に散乱してるので、もうこれで片付けろという意味を込めてショーに持ってこられました。別に私が選んだわけじゃないか、これ私が選んだわけじゃないんだけど、なんか気づいたらショーこれ持ってきて、これ使えそうじゃないって言われて、あ、片付けろってことなのかなって思って。ってこと？その通り。片付けます。これで、ね、化粧品とかをまとめたいと思います。はい、そんななんかめっちゃ家具ドンっていう風にっていう感じで買ったわけじゃないからあれなんですけど、これはショーがなんかね、コーヒー豆を入れるように買ったらしいです。いる？そんな。いや、なんかね、私とショーって動画見てるみんなはもうね気づいてると思うんだけど、ショーの方が全然こだわりが強いんだよね。めちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強くて、私ってこだわりってありそうに見えてないよね。私適当じゃない？結構こだわるところはこだわって、もうそれがめっちゃ適当だし、めんどくさがり屋だから何でもいいよっていう感じなんだけど、ショーがね本当にこだわり強くて、結構今日買ったもの8割ね、ショーがこれ買おうぜっつって買って、ランプだけ揉めたよね。あれ絶対可愛いよ。次いきます。次はこの銀のボール。これはもうね説明する必要もないですよね。まあご飯を作る時用の銀のボールが家にあるんだけど足りなくて、新しく買い出したっていう感じです。で次はこれ、この普通に透明のボールを今回は買いました。これはね、いや顔変わるかなと思って、あ、変わらなかったな。それ多分かぶったら水中潜れる。マジで？こういうこと？落とすなよ。振り？え、振り？振りはやばくない？待って、振りはやばくない？で、それ振りはやばいよ。見て、これ水中泳げる。マジで落としとかない？調子乗るからです。まあこれはさっきかぶっちゃったからちゃんと洗うんですけど、あのサラダとかを入れるボウルにしたいと思います。でこれはキッチン のタオル、こんなに買ってたの？私全然気づかなかったんだけど、なんか白のタオル今まで使ってきたんですけど、もう汚れたりするのでやっぱグレーの方がいいよねって感じでグレーの、タオルをゲットしました。であとはこれはスリッパです。私は家いるときは靴下履いてるときがほとんどなので、別に私はいらないよって言ったんですけど、ショーがなんかお家用のスリッパ履いて貴族ごっこしたいっていうので、キュみたいな、履いてるじゃん。履いてるけど、うん、基本はね。なるほどね。さあこれ履いて貴族ごっこがしたいということでスリッパを、ケショーが購入してました。あとこれは何、これ何用なの？これまた買ってるじゃん。このだから、今ある大きいやつ3つがさ、パスタ用なの、で、1個米入れてるじゃん、米入れんの？え、米びつあるじゃん。じゃなくてリゾット用の米。ああ、そういうことか。リゾット用の米入れを入れたらしいです。ほんと貴族みたいなことするよね、ショーって。貴族みたいなことするじゃん。あ、ほらこれも貴族の遊びだよ。これはあれですね、なんかガーリックを砕くやつ。包丁でできるじゃん。これ買う人って貴族なのよ。いや、めんどくさい。別に、これめんどくさい。別に、ほんとに
貴族なんですよ多分彼は。貴族なのでこのニンニクをみじん切りにするやつ、じゃあみじん切りにするやつを、それ生姜も通せるから、ね、別に切る。でこのやつはさ鍋用のソース作ってるから、うん、ニンニクと生姜って潰せるんで売ってるんで。分かったよ。でみじん切りだとさ粗いからね、うん、細かく入れるって結構なんかアナログ人間だから、そういうなんかイノベーション、まあ、そのカメラ売ってフィルムのカメラに戻るとか。いやだ、このカメラは私の大切な相棒だからダメ、高かったから。デジタル。何さ、それってさ、すぐ人のさ、こうやってあら探しするんですか？あら探し、楽しいですか？楽しいですか？ピチピチの25歳いじめて楽しいですか？この25歳間違いない。はい、という感じですね、細かいものは。あとは何買ったんだっけ。あとはですね、このアイロン、このアイロン台をゲットしました。私たちアイロン持ってるんだけど、アイロン台持ってなくて、今までね、ソファーにタオル敷いてそこでね、服乗せてアイロンかけてたんですよ、今まで。あれ、本当に良くなかったよね。良くないので、ちゃんとしたアイロン台をゲットしました。これ結構安かったよね。サイズもね見てちょうどいいの。こんな感じだから、でかすぎず小さすぎずだから、なんか大きすぎてもさ収納に困るから邪魔になっちゃうけど、これちょうどいいよねっていうことでこれをゲットしました。はい、でこれ最後は、これを本当にみんなに見せたいのが、このさっき IKEA でちょっと揉めてたんですけど、このランプね、私が勝ったので、激闘の末私が勝ったのでランプをゲットすることができました。イエーイ。よかったねー。だる。これ最近うちらの中で流行ってるやつ。こうなの。あ、待って、くるくるくるしてから、うん、だる。それしかも開発したのケントだ。それ自分が作ったみたいなこと言ってるけど、流行らせたのケントね。流行んなかったけど、ショーしか言ってないから全然流行ってないけどね。なんかさ、ショーってさ、私たちがさ好きなことってさ言わないけどさ、私たちが流行らせようっつってあんま流行んなかったものを好きになる傾向にあるよね。最近ね、動画でたまに言ってるんだけど、その草って言った通り、ハイテツの折れてボケよいしょっていうのにハマってるんだけど、くだらないよ、ごめんね、みんな超くだらないんだけど、でも私とひなこもケントめっちゃハマってるから LINE でも私言ってんの2人に、うん、でもショー言わないじゃん。でもこのダルのやつもさ発明したけどさ、私たち誰も使ってないじゃん、ショー以外。ダル、え、感性がさ違うんじゃない、私たちと。もしかしてね、嘘だよ嘘だよ、チャソちゃんそんな悲しい顔しないで。超気にしたら、めっちゃ気にするよ。それはだるいからやめて。気にするよ。大丈夫、それはだるいから。ピエン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 から。このマネーラブを激闘の末私がゲットすることができたので、これは早速ね組み立ててリビングに飾りたいと思います。はい、という感じで、まあ、IKEA はこんな感じでした。いかがでしたでしょうか。 IKEA ってどうなんだろうね。なんかすごいアメリカはインフレがひどすぎて、あの過去数ヶ月で IKEA のものが実は 10%、20% 値上がりしたんだよね、翔ちゃん。見るからね。そうっていう話を翔ちゃんがしてて、なんか翔ちゃんが狙ってた棚が前何70ドルだったのが今何いくらになったの。100ドルになったらしくて、結構値上がりしてるからちょっとピエンなんだけど、まあ、でもそんな感じで買い物が終わったという感じになります。はい、本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。